ラシャリテシュル・ロワールは、フランス中央部にエーブル県にあるコミューンである。この町は、1059年にロワール川の島にあった、最初のクリュニー修道院の教会が始まりである。1429年12月24から25日に、ジャンル・ダルクラが、ラシャリテシュル・ロワール包囲戦を行ったが失敗している。1559年に、大火で荒廃した。ユグノー戦争では、 1570年8月サンジェルマン安寧講和条約によってユグノーの安全が保護された町の一つであった。第二次ユグノー戦争では補強された町はカトリックの軍によって8ヶ月の包囲に耐えた。フランス革命まで小修道院にはわずか12人の修道士がいたが後に個人に売却された。この修道院は高速道路建設計画で壊される予定であったが、 1840年、カルメンの著者で最初のフランス歴史記念物監督官となったプロスペルメリメに残す価値がある建物と報告され保護された。修道院は廃墟のようになっているが、ノルマン人の貴族裁胞内でソンリースが埋葬されている。1998年、フランスのサンティアゴデ・コンポステーラの巡礼路の一部として、サントクロワ・ノートルダム教会は、 ユネスコの世界遺産に登録された。毎年、この町では、言葉の祭典が開かれており、その年一年を表す言葉が選定されている。ありがとうございます。